はい、皆さんこんにちは、だけチャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます今日はショールーム東京からですね、阿部さんと石岡さんとご協力いただきながらちょっと撮影しております。はい、よろしくお願いします。今日実はあのセブ HP ベルトリミテッドが発売になります。発表になります。はい、はいはい、なのでこれをちょっともう3分で皆さんに説明したいと思いますので、はい、よろしいですか。はい、はい、まず、HP ベルトリミテッドっていうのは、はい、あの超明らかにこう長さ見た目が違います、うん、これなんかどんな商品なのか、まず値段がいくらかとか、はい、石岡さんいいですか。はい、こちらの値段は、うん、28,000円になります。はい、はい、だからこっちが22,000円なんで、そうですね、6,000円違うってことですね。はい、はいはい、で、サイズ的にはどうなんでしょうか。サイズは、今までのこちらよりも7センチ長くなったので、うんうん、はい、比べてみます。はい、こんな感じですね。全部で37センチになります。37センチ、はい、だいぶ、まあ、結構、ね、大きくなりますね。はい、数量限定なんですよね。数量限定ですね、こちら。はい、なのでまずそこお気をつけいただいて、はいはい、値段は28,000円で、はい、7センチ長い、ね、長い、はい、ということになってます。はい、じゃあちょっと絶対セブが何が違うかっていうのをちょっと阿部さんにいいですか、はい、説明していただいて。まずですね、はい、まあ、長さというのは先ほど伊達さんおっしゃっていただいたの通りなんですけど、なんと中のプレートが2倍になってます。そうなんですよ、2枚入ってます。これセブのプレートがね、はい、HP ベルトでここに1個入ってるんですけど、1枚、それが2倍。はい、2枚です。これはかなり期待できますね。はい、もちろんあの今まで通り足首につけていただくのもすごくより良かったりするんですけど、はい、うんうん、今回まああの肘だったりとか、僕の巻いてみます。はい、これではちょっと長いんで、そうです、この長さなのでちゃんと肘にこう軽く巻けるんですよね。はい、肘もいいし、あと膝のこの、はい、なんですか、お皿の下ら辺にも膝下、はい、はい、つけられたりも、まあ、ちょっとそのサイズ感はあるんですけど、うん、はい、で今まであのサポーターしかなかったところに対して肘だったり膝だったり、はい、もう本当にすごくなんかずれたりもせずにつけやすく外しやすくお使いしやすいものになってます。今こうつけててもすっごいね、はい、楽なのね、つけ心地が楽、はいはい、あの違和感がないから、はい、でもちろん今暑くもないしね、サポーターと夏も暑かったりするじゃないですか。はい、であともちろんこれプレートが2枚入った膝につけるやつなんか今もないでしょ。2倍ですよ、2倍だから。そこはうち的にはね、はい、だってこの商品僕と阿部さんが入社する前からあるんですけど、はい、だから20年間ずっと人気ですもんね。ロングセラー製品。はい、ちなみにこっちのベルトはどういう、ノーマルは誰が人気ですか。そうですね、やっぱりあの女性ですと、はい、やっぱりむくみだったりとか冷えだったり気にする方だったりとか、はいはい、男性ですと、うん、やっぱりちょっと何ですかね、肉体労働の方だったりとかがお使いいただく、はいはいはい、あとスポーツの人とかね、スポーツの方が多いです。ね、はい、でそれにさらにプレートがもちろん倍になってるんで、はい、例えばそれを足首にこれを巻きたい人なんかはもうまさにそれが効果をもっと欲しい人はいい、はいね、いいと思います。でさらにさっき言った、はい、7センチですよね、はい、長くなってるので、長いので、はい、膝の下とか、うん、まあ、サイズによって肘とか、はい、肘、いろんなところに、はい、使いやすくなってます、はいはい、だから作用範囲はマジックテープが、ね、こうちょうど3センチぐらいあるんですよ、うん、なのでだいたいここからここまででこう装着できるのが34センチぐらいになると思いますので、ご自身の測ってみていただいてね、はい、つけられる方もいらっしゃるので、はい、そこはね多分自分でこうメジャーで測ってみていただいてもいいですよね。はい、はいはい、なのでまあ今回ちょっとあのプレート2倍のセブン HP ベルトリミテッドの初販売なんで、はいはい、まあ結構人気だと思いますので、はい、もちろんショームではもちろんね発売ねしますし、はい、全国のまあ店舗、あとはね、インターネットなんかで、ね、はいはい、購入いただけますので、はい、まあ、ぜひお試しいただきたいですね。ぜひ東京店でも、はい、本当大阪店でもお試しも、はいはい、していただければと思います、ね、はいはい、ぜひともよろしくお願いいたします。はいはい、今日はお二人ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございます。